シャーク来た。シャーク緑。両方緑はいますね。緑巻いて、さあ、アキラがいるて、シャークがいる。シャークはもう緑間用に用意したのかな。さあ、で、こっちは明石緑間構成。なるほど。で、ゴリがいると。さあ、どうなるか。さあ、試合を注目の試合、見ていきましょう。クールなゲームの始まりだ。お願いします。さあ、ティップオフ。お願いします。さあ、まずリバウンド取ったのは、鋭いパス。モツダ京子チームがジャンプシュート。まずはモツダ京子チームが点を取って2対0。あ、落とした。ソーリー。次はディフェンスだ。さあ、ただ続いてゲットワイルドチームが、まずキョン氏がボールを持って、ここシャーク攻めるか。シャーク攻めない。さあ、まあ、ここはね、アキラがいるんでアキラで攻めるところ。さあ、ただここ1個外れて、ただ3なので、これで次は入るか。さあ、ここ明石が冷静に決めて4対0。モツダ京子チーム4点リード。明石がね、やっぱ止められるかどうか、ここが重要なところになってくるか。両方最後に人事が来るところは一緒ですよね。はい、さあ、ここでまずアキラが冷静にレイアップ決めて4対2。アキラを止めるか、明石を止めるか、でその隙をついて緑間が3打ってくるか、そんな戦いになるんじゃないかなと。さあ、ただここはね、やはり決勝戦、明石アキラ以外の緑間のね、ディフェンスもしっかりしてるところ。さあ、ここで明石がフリーになってシュート決めて6対2。まずは2点でね、どっちがね、点差を広げるか、そんな戦いにもなるかなと思います。で、今回 PF がいない構成なので、さあ、ここでシュート打ったけど3でしたよね。今の外れてリバウンド取って隙をついて3打って、これが入る。9対2。モツダ京子が7点リード。さあ、ここちょっと緑間の3が1個入って、一気に点差が広がったところ。さあ、3がちょっと欲しいところだけど、おっ、ここフリーになって打って9対5、4点差。まだわからない。さあ、ゲットワイルドも3決め返して9対5、4点差。さあ、緑も決めてくるんでね、本当にディフェンスは全部気が抜けないような試合になってますね。さあ、ここは打たないであえてパスして、隙が生まれたところ、おっと、ここバーストでいったところ、冷静にブロックして、さあ、ゲットワイルドボール。さあ、ここのキョンシへのボールはちょっとミスになったか。さあ、ここシャークでいったが、ここ冷静にブロックして、まだゲットワイルドボール。さあ、ゲットワイルドのシュート、さらにブロック。さあ、ディフェンスが強い。やっぱ決勝まで残るチームはすごい、ディフェンスが本当に強い。さあ、トントコさんが崩して、これは本当は緑にパスしたかったか、ちょっとパスのミスがあったか。さあ、ここディフェンスが少し崩れたとこ。さあ、ここバースト。さあ、さっき3をフリーで打って外れてるから、これは絶対決まる。9対8。さあ、点差がちょっと縮まってきましたね。1分28秒、残り1点差。さあ、これはわからない。さあ、ここ、緑が2ですね。2を選びました。ここ、あえて2を選んでの11対8、3点差。さあ、最後にね、お互い人事があるんで、この3点差、人事、バーストがあるんでね、この3点差がどう響くか、ちょっと気になるところですね。ナイスパス。さあ、どこで攻める？やはり最初は、アキラで行くか。お、ここ、緑間のドライブからシュートフリーで打ったけど、これは外れる。通った。さあ、お、ここフリーになったけど、あえてパスして、さあ、ここナイスパスからフリーになって、ただこれが入らない。さあ、リバウンド取って、もう一発打って、ここ入る。14対8、6点差。さあ、ちょっと点差が開いてきましたね。お互い最後に緑間のバーストありますからね。6点差。さあ、この6点差ちょっと埋めないと、早めに埋める必要があるから。さあ、スーパーシュニーさん、ここはもう3を選択。ただこれが入らない。リバウンドは、さあ、まだゲットワイルドボール。ゲットワイルドはちょっと早めに点が欲しいか。さあ、ここはライザさんが打ったけど、これはナイスブロック。ナイスブロックからのモツダ京子ボール。さあ、ここで人事。ここでバースト打ちます。ここでバースト入って17対8。さあ、この後即バースト返しが来るか？いや、ここは使わない。まだ溜まっていない。そんな可能性も。さあ、どうする？さあ、残り16秒。ここは、スーパーシュニーさんのアキラでシュートいったけど、ミドルが外れてしまう。さあ、ここディフェンスが硬い。さあ、残り6秒。ここで人事バースト打って17対11。残り3秒。さあ、ちょっと点差厳しい。もう終わってしまう。さあ、残り3秒。3、2、ここで試合終了というわけで、
グループ C の結果出ましたね。はい、グループ C は、17対11で、モツダ京子 VS ゲットワイルド、17対11で決勝、優勝はモツダ京子チームに決定しました。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、あれでしたね。お互い緑がいたんで、まあ、お互い最後バースト打ってくるってとこがあったんで、まあ、アキラと、まあ、アカシ、どっちをがもう点取るかって勝負がまずあったかと思うんですけど、まあ、そこはどっこいどっこいなところはあったんですけど、やっぱ隙をついての緑間のシュートが、やっぱ、あれですかね、モツダ京子チームの方が多く入ったっていうようなところ、そこでちょっと点差が出てきたかなっていうところでしたね。はい。なんかただやっぱ流れもあったかなと思ったんで、本当に両チームともナイスプレーだったなと思います。はい。モツダ京子チーム、来週、日本代表ということでね、台湾日本交流戦、出場おめでとうございます。